こんにちは、ナムです。パワープロアプリやっていきます。今回は、無課金、美課金向け、ループガチャ覚醒祭り、オーダー編、引くべきか、ステイすべきか、解説させていただきます。よろしくお願いいたします。ということですね、いつもの結論からいくやつですね。今回のオーダー、そしてフランケンオーダーのループガチャですが、スルーでいいと思います。で、その理由を今からつらつら話していきますので、なんでこのガチャスルーなんですか？オーダーって結構強いんじゃないんですか？まあ、いろんな理由を知り合いからね、ぜひ聞いていっていただければいいかなというふうに思います。で、今回のループガチャなんですが、まず、オーダーに覚醒がついたことがかなり大きいという話と、それにまつわって、まあ、覚醒祭りが来たというところですね。で、パーストン30個でも合わせて、SR のイベキャラが出現。で、二人のフランケンとオーダー通常バージョンが、確率アップしているというところですね。で、二回目。フランケンオーダーの PR が1枚確定で、3回目に SR が 80%、PSR が 20% になっておりますよというガチャになっています。で、フランケンオーダーに関しては、まあ、かなり強いキャラだし、ノーマルのオーダーも言うたらめっちゃ強いです。で、僕も、これちょっとびっくりしたんですけど、昨日、とある動画を作りまして、それを、まあ、公開待ってるんですけど、その、動画を作った次の日にこれ来たんで、おーみたいな、なんかすごいタイムリーなタイミングだな。で、どういう動画を作ったかっていうと、皆さんからね、花丸高校をこう、もう少し上限解放を抑えた形でやってくださいっていう動画を、まあ、シックハックして作ってる時に、まあ、やっぱオーダーかなと思ってオーダー入れたんですよ。フランケンではなくて通常バージョンね。で、その時に、まあ、やっぱ強いなって思って、で、それ終わって、こう、自分の中で、あ、じゃあ、これ公開待とうってなったと、次の日にこれ来たんで、すごいタイムリーだな、みたいな感じで感じてます。なんか、ツイッターとかでもね、それに関しては、お、通常だってこれ強いんじゃねえか、みたいな、やりとりを他の方としていて、で、その、本当につ、本当直近の日だったんで、びっくりしたっていう、なんか自分の話です。はい。あとは、今日はね、なんか、歯医者行ったりして、なんかこう、歯を削っていたんですけど、その時にもね、なんかオーダー、何の話でしょうね。進めましょうか。なんか普通に雑談したくなってしまったら進めましょうか。はい。で、オーダーに関しては、骨密率アップと、あとはミートの上限が、4つくようになりました。ということで、まあ、この覚醒については、かなり戦国向けになっているんじゃないかなっていうふうに思います。もともと二刀流のキャラでありましたし、まあ、忍びっていうところで使いやすかったりしますし、ピッチャーだとカイド。で、野手の方だと逆襲かな。まあ、野手だとちょっと、使えないかもしれませんが、投手だと戦国ではかなり使いやすいかなっていう感じですね。で、能力の方もこんな感じですね。ピンチ、打たれ、伸び、重い球、逃げ球、尻上がり、荒れ球、まあまあそれなりのものが揃っているんじゃないかなっていうところと、で、野手の方だともうパワー比広角ついてるんで相当強いなっていう感じです。で、テーブルの方がスペシャルダック 90%、 試合経験点 10%、 精神ボーナスと肩力のコツですね。筋力ボーナーも持っているんで、急速に絡むと結構通常バージョンでも強いんですよね。で、ここですね。フランケンの方が、このテーブルがさらに強化されまして、スペシャルタッカー120。そして得意練習率アップもついて、精神ボーナー練習効果アップが固有でついています。まあ、肩のコツがなくなったって感じですね。で、骨密率アップなどなどもあるので、マジでフランケンオーダーに関しては、まあ、戦国高校でね、バッチリ使っていきたいな、なんていう仕様になってますね。ただ、まあ、この覚醒内容がミートの上限とか骨イベとか、まあ、戦国系の仕様にはなってはいるんですけど、まあ、花丸高校で使えないのって言われたら別にそんなこともないかなっていうふうに思ってます。やっぱりその花丸高校で使うメリットとしては、まあ、怪物球威とカイドウ、まあ、このあたりが、まあ、この二人だと取れるので、まあ、そういうところでデッキ組みやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、PSR が抜ければ、当然ミートの上限4もつけられるので、まあ、戦国高校でね、こう、フランケンのオーダーを使ったデッキなんかも、まあ、もともとパワーヒッターじゃねえや。威圧感とアシストですね。まあ、この辺もくれたりするので、まあ、成功さえできれば、まあ、相当こう、高い次元の選手を目指していけるんじゃないかなっていうところではあるんですよね。まあ、アーティストを他のキャラはどういう形で組むかっていう課題自体は残るんですけど、まあ、そういうことを考えても、まあ、そんな悪いガチャかって言われたら、んまあ別にそんなに悪いとは思えないけど、なんか今引くべきですかって言われると、まあちょっとそれもどうなんだろうなって思ってます。で、このガチャ自体が3月の8日の2時に終わるんですよ。で、他の花丸ガチャが15日、そして
聞くの間ガチャが25日っていうことを考えると、多分ですけど、この8日の切り替わりでなんか別のガチャ来るんじゃないかなって勝手に思ってます。なので、まあ、そのガチャを待ってこっちのガチャを判断して引くってことは多分できないんですけど、まあ、そのガチャをまず見る方が重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、この二人に関しては持ってたら嬉しいし、使えますけど、なんかわざわざこう狙いに行く感じなのかなって言われると、今この花丸高校のガチャと、まあ、菊戸アイラのガチャがある中で、まあ僕だったらこの大田のガチャを引くんだったら、まあ、菊戸アイラのガチャ引くかなって普通に思っていたりはします。まあ、花丸高校のガチャもね、当然強いんですけど、まあこの自分が狙ったキャラクターをまず取れるかっていうのが、まあその無課金のサブアカやってる時に、まあずーっと言ってることで、もうループガチャって取れるんですよね、自分の狙ったキャラが。で、その狙ったキャラが取れる状況で、今じゃあフランケンの音と菊戸アイラってどっち使いますかって言われると、まあおそらくなんですけど菊戸アイラじゃないかなって個人的に思ってます。なんかこうフランケンの音強いんですけど、やっぱりその金徳のところがね、不確定っていうところは、まあちょっとたまに傷かなっていうところなので、なんかやっぱりその上位となりうるキャラが今出ているこの中で、まあちょっと違うかなって感じです。で、僕は個人的に、フランケンオーダーもオーダーマイトも普通に好きだし、動画の中でめちゃくちゃ使ってます。いらんの、もうほんと見返していただきたいっていうぐらい、僕オーダーめちゃくちゃ使ってるんですよ。で、その理由っていうのが、やっぱ副イベントでいいやつくれるのがめっちゃでかいんですね。特にフランケンの方は、ハロウィン時期、まあ、10月、9月の4週か10月かな、ぐらいにいいやつをくれるイベント、高確率で取得できるイベントが必ず起きるので、まあ、そういうところもメリットとして大きいですし、まあ、僕は上限解放のことを考えないんだったら、結構フランケン小田はいつも刺したいです。まあ、大田に関しても、通常の大田に関しても、いつも刺してあげたいぐらいのキャラにはなってるかなっていうふうに思います。それは、その、他のキャラとの相対的な評価を考えると、今はどうかなっていうだけの話なので、まあ、僕個人としては、例えば、パワープロね、始めたばかりの方とかが、まあ、他のガチャとかで引いて、たまたま、オーダーとかフランケンオーダーが出たら、めちゃくちゃ喜んでいいと思います。あ、もうそれはもう強キャラっすわって、全然胸を張って言えると思います。まあ、そんな感じの動画もそのうち出ると思うので、ぜひね、そこを見ていただけたらいいかなっていうのと、あと皆さんからいろんな話をいただいているのが、まあ、花丸高校とか、あと、菊戸アイラのガチャとか、まあ、いろんなガチャが来るんですけど、一番初めに僕が、あ、今こうします、ああしますって言ってます。こう、引きに行った方がいいよとか、スルーした方がいいよとか、話してるんですけど、まあ、ガチャが終了する前にもう一回動画を出してほしいっていう意見をよく聞きます。で、まあ、何回かね、まあ、1回か2回ぐらいそれやったんですけど、その時も好評で、なんか続けてもいいかなっていうぐらいにはなっているので、ぜひそのあたりもコメントでいただけたら嬉しいかなっていうのと、まあ、直近で僕がこれ引いていいんじゃないかなって言ったのが、あれだね。野牛の別バージョンですね。バリッサの野牛の、ガチャはいいんじゃないかなっていう話をしていました。それは結構ピンズドで当たったかなっていうふうに思ってます。やっぱりその野手は花丸高校っていうよりは、まあ戦国高校の方が、まあやりやすいんじゃないかなっていうところもありましたし、まあ戦国高校のピッチャーをやるにしてもね、やっぱり野牛刺しやすいんで、まあそこを、この僕のなんか引くか引かないかみたいな解説を聞いていて、まあ、素直に野球引いた人は結構こう、ラッキーみたいな感じに今なってるのかなっていうふうに思います。ただそれは今だけの話で、将来、その動画の中で話した通り、将来損させるかもしれないです、僕もね。将来、野球、引いと聞かなきゃよかったかもなって思う方が発生するかもしれませんし、まあ、発生すると思います。ただ、多分向こう何ヶ月かは野球引いといてよかったって方が多分圧倒的に多いと思うので、まあ、そんな、こう、皆さんのね、喜びの声を聞くために、こんな感じの解説をずっとやらせていただいております。なんか僕は、パワープロ長くやってるし、なんかこう、パワープロの流れというか、時流というか、まあそんなのを、まあ、普通の人よりは感じられるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあそれをね、皆さんに伝えることで、こう、皆さんにより良いパワープロライフを送っていただいて、あ、ネマの動画参考になるな、から、僕は結構いろんなサクセスとかでやらかしたりとか、あとはなんかガチャで爆死したりとか、なんかその皆さんのネタになるような動画を最近投稿できてるんで、なんかその、あ、寝物の動画まあまあ面白いな、みたいな。で、こう、入りから、
参考になるかなからちょっと笑っていただけるようなところにね行っていただけたら嬉しいかなっていうふうに思ってます。僕もあのガチャの爆死とかした時に笑ってもらえないと逆になんかただ爆死しただけやってなるんで、あのぜひぜひ笑ってやってください。でまあ、ちょっと心ないコメントとかも来るときはあるんですけど、まあ、それは、あの、凹むんで、まあ、マイルドないじりでお願いしますっていう感じで、今日はなんかいろいろ喋りたかったんですけど、まあ、また生放送でもやりますかって感じですね、喋りたいときは。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。結構ね、無駄な話いっぱいしてしまったかもしれないんですけど、なんかそんな日もあるよねっていう、そんな日もあるよねって、なんか楽しくなってきたんだよな。なんか、おじつにお酒飲んでるわけでもないし、なんかこう、なんでしょうね、人寂しいんですかね、なんか雑談したくなりました。なのであのそんなねこう雑談会本当にすごい珍しいですよね。僕が、まあ、動画の趣旨以外のことを延々と喋るみたいな会は多分ほぼないんですよ。ほぼなくて、人とコラボした時、まあ、ゆうきさんとコラボした時の動画の中でもほぼないんですよ。なのでなんかなんでしょうね、何の日なんだろうな今日、なんか珍しい感じでした。まあこういうね、僕自分のことを話したりとか、なんかこうその本筋と違うことを話したりすることもできるんですけど、なんかそういうのはあんまり求められてないのかなって思ってあんまりしてないんですよ。なんかそのあたりもここまで聞いた方がね、コメントで感想いただけたら嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。